いらっしゃい。どうぞ。ああ、ママ。はい？この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ご馳走するって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出やキリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。おう南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんです？わしは増添組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の増添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、コミった話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったらかまんが、後で吠えづらかかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。増添の絵分。わしはの陽明連合会直系に名を連ねる増添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのか。踊れらがきっちり見かじめとらんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ。もうちと待ってつかさい。
じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママ。いいの。よその人は構わないで。この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、ナグモ。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マッソエの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。すまんな、キヨちゃん。ナグモ、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの。さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。あ、キリさん。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまのバカだれ。弱いのにヤクザなんとなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃけどケリュウさんはいかんで、南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも 4,5 人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。